はじめまして、皆々様。これまた古い話を聞いていただきますが、これはまだ、タヌキやキツネが人間を化かしとった自分の話で、今日はそんな、豆田の話を一つ。その陽気なこと、大当たり。せやろ、ヨーヨー上がりました。私が書籍一番層でございます。ちょっと師匠が偉いからって一ビラ当たってほしいのか。真面目なんはええけどな、変な癖がつくぞ。なり物もできんやろ。明日から前座になれ。耳元で叫ばないでください。さあ、本日最後の大仕事だ。ついてくるかい。あら、新人さん、すごいモフモフしてる。東京の黒駒一家だ。迎えに来たぜ、王将。よーきなこと。景色が、音が。うちの話聞きに来んやろ。私、落語家になる。いつかあの人みたいな落語家になって人間を化かしてやるんだ。待ってろ、師匠。うちの師匠は尻尾がない。